はいどうもこんにちは、バクです。サイレントヒル続きをやっていきましょう。ですね、今回から病院ですね。病院にやってきております。なんだっけ、アルケミリア、アルケミラちょっとダメだ。何の音、今の何の音よ。ここの地図は持っていない。なんだっけ、なんとか地図を持っていない。あー、地図を探す感じか。今なんか音がしたよね。そこにあるの地図じゃないのか。そこ、その正面にあるの。あれ、地図っぽいよな。あそこ、地図がないの困るな。地図がないと、わからない。とりあえず、じゃあちょっとね、今回から、病院のね、探索となっております。病院怖えな。絶対学校より怖いと思う。電話機と、この地域の電話帳がある。特に調べる必要はないだろう。何の音？何の音よ。何もいない？なんか変な音がするよ。こっちに地図があるんじゃないか。何もいない。まだね、クリーチャーが出る感じではない。なんだ？なんだ？なんだ？誰かいるな。誰かいる。誰？誰？新キャラ登場だな、また。生きてる人間がいるんだ。待って、撃ちやがった。撃つなよ。待てって。撃つなって。Wait, I'm not here to fight. さらっと撃ったよな、今。My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. この町には観光にやってきた。Thank God. 霧が綺麗ですね。やっと人がいたか。Do you work here? あんたはここの人間か？ I'm Dr. Michael Kaufman. 私はマイケル・カウフマン。この病院の医者、so、can tell me what's going on. 医者がいるんだ。Really、わからんよ。I was taking a nap 仕事明けに仮眠をとって、起きてみればこのありさまだ。Everyone seems to have disappeared. 気がつけば人っ子一人いない。And it's snowing out. 人っ子一人いない。人がいたんだね。Something's gone seriously wrong. 極めつけはこの化け物だ。Did you see those monsters? この鳥よくここまで入ってきたよな。Have you ever seen such aberrations?見たことあるか。いや、何度も見たわ。聞いたことはあるか。こんな化け物、世界中のどこを探したって言いやしない。いや。Have you seen a little girl anywhere? 女の子見なかった。私の娘なんだが。She's only seven. Short, black hair. なんかね、前、学校クリアした時のムービーですごい大人びてたよね。あれはシェリルでしょ。無事ではないな。無事ではないだろう。すまんな。別に悲観させるつもりじゃないんだ。奥さんは一緒に来ていないのか。え、妻は4年前に死んだ。娘と2人だけだ。そうか。I'm sorry.え、何？待って、どこ行くの？ とにかく、私は街を出るよ。このままじっとしてもいられんからな。So、long. そうか、気をつけろよ。出られるのか？出られるわけないだろう。よくこの鳥、こんな室内まで入ってきたよな。行っちゃったね。あいつ、出会い頭に打ち上がったよな。待てって言ったのに、特に気になることはない。待って、ここね、多分カウンターに続いてるんじゃない？カウンターというか、受付か？え、違うの？違うの？話がちげえよ。役に立ちそうなものはない。ここどこよ？ここどこなの一体？ホワイトボードがある。特に気になるようなことは書かれていない。地図くれ、地図。なんだこれ。新聞が置いてある。切り抜いた跡があるな。切り抜いた跡がある。切り抜かれた部分はどこにあるんだ？こっち側が受付か、もしかして。違うのかよ。どこここ？どこここ？ちょっと待って。地図が欲しくない？地図欲しいよね。こんな奥に進んでいける状態じゃない。うまく喋れないわ。待って、どこから地図がもらえるんだ？あ、こっちにも扉がある。こっち側か。ん？怖えんだけど。すげえ怖えんだけど。特に気になるところがなかったり、役に立ちそうにないものばかりですね。なんかないのか？
ショットガンのね、弾が欲しいんだよな。ショットガンね、結構撃っちゃったんだよね。あと何発あるんだろう。うわ、8発しかない。6+8で14発しかないぞ、ショットガンが。撃ちすぎたよな。あの、トカゲに。あ、ここに来た。あ、回復がある。携帯や救急キットね。これ地図でしょ？これ間違いないよね。病院の地図がある。撮りますか？はい。何階まであるのかな？ね、ウェイティングルーム。待合室があって、ぐるっと来たのね。部屋がいっぱいあるぞ。部屋がいっぱいある。セーブしたいな。こっち側からセーブできないんだ。こっち側からセーブできないのかよ。で、どうしたらいい？いや、行けるところをまた探っていくしかないよな。今のところクリーチャーはいないけど、鳥が不穏だよな。鳥がいるのか？よし、じゃあセーブして。セーブしたので進んでいくぞ。鍵が壊れている。あ、こっちはいけないんだ。じゃあこっち側行くしかないんだな。ここね。この奥に向かっていくよ。特にね、今のところ怪しいところは何もない。ほんで、端っこからじゃあ潰していくか。端っこがねえ。どっちが端っこ？端っこがねえよ。両方階段があるじゃねえかよ。トイレか。トイレから行くか。あ、開かない。開かないのか。ここは？開かない。開かなすぎだよね。いや、結構開かないね。あ、助かる。すごいと、ああ、開いちゃった。開いちゃったわ。ここ何？ここ何の部屋？ドクターズオフィス。ドクターズオフィスか。から。なんかあるね。カルテっぽいものが。隣の部屋に行けるのかな？病院地下の地図がある。地下もあるの？待って、何階建て？この病院何階建て？ 1 階、2階、3階。あ、地上3階の、地下1階付き。地下1階と地上3階がある。しんどいな。電話機は使えないようだ。何をしても反応がないって。何もないね、じゃあ。地下の地図があるだけだ。あ、こっち側行けるのか。静かだね。静かでいい。鍵が置いてあるよ。すごいな、この大理石みたいなテーブル。病院地下の鍵。これはもう地下に行けってことか。いきなり地下に行くの？行きたくないわ。病院で一番行きたくないわ、地下なんて。いやー、地下ってちなみにどこから行けるんだ？あー、この廊下から行けるんだな。地下って何があるのよ。モルグと、ストアルームか。モルグとストアルームと、ボイラールーム。またボイラー室あるの。で、ジェネレータールームね。ボイラー室か。どこにでもあるんだね。じゃあこっち側、ここはキッチンになったかな？ラジオ鳴らないだろうな、まさかな。あ、ここに栄養剤がある。もらっとこう。多分ね、このね、僕のチャンネルをね、動画見ていられる方は結構成人以上の方がね、多いと思われるんですけれども、あまりこういうところにあるね、リポビタン D とかね、飲むのはやめた方がいいですからね。絶対危ないですよね。キッチン何もないぞ。そこら中にね、電話機があるんだけども、内線がかけられたりするんじゃないのか。キッチンは特に何もなかったな。ペットボトルがある。ペットボトルがありました。何に使うんだ？ペットボトルなんて何に使うんだろう。何や、もらっとくだけもらっとこう。んで、こっちは、ここの部屋は何だっけ？ディレクターズオフィス。ディレクターの部屋ね。入れる。あ、ここは荒らされてんじゃん。え？棚の中は荒らされている。誰がやったのだろうか。何この箱。いや、音が怖え。何の音？学校学校行ってるよ。机の周辺には本が散らかっている。他に特に気になるものはない。いや、これめっちゃ気になるけど。これなんだ？ガラスの瓶が床で割れている。
落として割ったというより意図的に壊したという感じだ。何が入ってたのこれ。それ以外のところは特にいいのかな。いや何の音、さっきからガッコンガッコン。誰だよ、誰なのマジ。驚かせんなよマジでよ。ここは何もない、何もないということにしよう。で、さらに奥がある。さらに奥がある。そこ手前は階段に続いていて、ここからエントランスに出れるの？自動販売機がある。故障か停電かわからないが動いていない。動いてないんだ。多分ね、そこのエレベーターも動いてないでしょ。停電ってことだと思う。エレベーターは動いていないようだ。エレベーター動いていない。この棚とか何なのこれ。なんでこんなところに置いてあるの。鍵が壊れているな。出れないんだ。じゃあね、多分地下に行くんだと思うよ。病院地下の鍵を使った。地下に行ってみよう、じゃあ。すげえ怖え。まだね、でも明るいからね。え？何の音？何この音？何この音？ああ、いる、いる、いる。うわー、でね、虫かよ、虫だった。やめろ。まだいんのか？終わった。ガンガン撃っていくわ。虫がいたね、虫が。エレベーターは使えないでしょ？やべえ、すげえ不穏な音がする。ボイラー室はさ、どこの、あ、違った、ここモルグか、モルグ行きたくねえな。え、ちょっと後にしよう、そこは。一番公平は。ボイラー室入れないね。ここは？ああ、入れる。何もいない？何もいない。何もいない。何もいない。え？これなんだっけ？ジェネレータールームだっけ？なんだっけ、ここ。ジェネレータールームね。電源が入ってないから。非常用自家発電機、エレベーター、ICU、手術室のみ通電。スイッチがある。通電できるんだ。いやー、なんか嫌な音したな。怖え。これ何？これ本当に、何の音これ。これ何の音かな？待て、なんだっけ？何の部屋って言ったっけ？発電機は動いてる。やっぱり切ろうぜ。やっぱ電源切ろうぜ。手術室と、やべ、すげえ音が怖え。でもちょっと正面、ストアルーム。開かない。大丈夫？これ何の音よ？これ何の音が鳴ってんの？あ、撃っちゃった、間違えちゃった。あ、鍵が壊れている。撃っちゃったよ、思わずよ。あ、じゃあこのね、発電機を動かすのが目的だったのかな、地下に来たのは。いや、すげえ怖い音が鳴ってるんだけど。気が気じゃないぜ、これ。え、それで？あ、静かになってよかった。あ、エレベーターが使えるようになったぞ。発電機のおかげか。あ、左下の階段にはたどり着くことができない。ちょっと待って、一回ね、セーブしよう。え、出れない、出れないんだけど、なんで？いやいや、移動しない。いや、ドア開けて、ドア開けて。びっくりするわ。遠いな、セーブポイントがめちゃくちゃ遠いよ。よし。じゃあ、セーブをしてきたので、エレベーターを使って、何階から行きますか？地下は潰してあるので、地下ね、地下に行けるところないので、とりあえず2階から行くかな。2階から行ってみようか。3階にもね、多分行けるんでしょう、エレベーターで。ん？なんか疲れてるぞ、この人。赤くなってるわ。ちょっと回復しよう。危ねえわ。あの虫油断できないな。意外とダメージ受けてるんだよな。はい、2階。2階だよ。大丈夫？何もないんだな。開く？あ、開かない。開かないじゃん。じゃあ2階出れないや。じゃあ3階に行く必要がある。2階を飛ばして、じゃあ3階に行こう。怖えな。何もないね。いける？あ、いけないんだけど。え？え？どうしたらいい？
どうしたらいい？え、行ける場所なくない？それとも、どこかドアが開くようになってたりするかな？いや、わかんないな。とりあえずちょっと今まで行ったところをもう一回探索してみようか。なんだっけ、どことどこ、手術室と ICU が確か開くようなこと言ってたよね。電気、開くというか電気が通う。それがどこにあるのかわかんないんだよな。じゃダメだ、1階に戻ろう。え、ちょっと待って。4階？地図にないよ、4階なんて。今気づいたの。4階って何？いや、暗いんだけど。今のはシェリルかな？どこここ。この地図は持ってないよね。地図にないよ、ここ。今のシェリルは何だったの？行けるのかよ。何ここ。いや。何？何の音今の？鍵開いた？鍵がこう、え、いや、違う。帰れなくなったんじゃないのか、もしかして。ほら、鍵がかかってる。いるんだよね、鍵かけるやつがよ。ほんと。ほんとな。ふざけてるとしか言えないんだけど。誰が鍵かけてるんですか、これ。カチャンって音がしたもんね、今ね。これどこ行けばいいの？ドアなのか壁なのかわかんないんだけど。地図もないしさ、ここさ。あ、いけない。一番奥に行くだけ？ここ扉かな？あ、扉だ。はぁ、まだ続くの。やべえ、気が気じゃねえよ、これ。こっちのね、また？え、また？誰？誰か後ろにいるの？これ。帰れないんだけど。誰かついてきてるでしょ。さっきの、ここのお医者さんがいるんじゃないのか？なんだこれ、この奥何があるの？ 4 階から、え、3階に降りるのか？ 4 階って本当に存在するの？ここ3階だよね。あ、3階はね、地図があるんだよね。いや、怖え。音が怖え。ちょっと一回ね、一階まで帰ってみようか。いる！なんかいるぞ。どこにいる？なんだこいつ！危ねえな。生きてる人間がいるんだ。待って、撃ちやがった。撃つなよ。待ってて。撃つなって。なんだこいつ！危ねえな。何こいつ、え、強くね？強いよ、このクリーチャー。初めて出てきたけど。ハンドガンじゃ倒せないのか？オッケー。人型のクリーチャーなんですけど。ここどこだっけ？1階、あ、あれ？今まで探索したところが綺麗さっぱりになってる。いや、やべえ。いつの間にか1階に来ているぞ、これは。マジか。いつの間に始まったんだ、これ。これいけるかな？帰れる？帰れないのか。ちょっとセーブポイント探そう、セーブポイント。反対側はどう？いや、ちょっと待って。この鉄パイプなんて持ってる場合じゃねえわ。ハンドガン、弾足りるかな？あまり収穫がないんだよね。あ、いける、こっち側。おぉ！おりゃあ！ああ、怖っ。連射だわ、こんなん。え、こいつじゃないのか？まだいる？まだいるってこと？まだいるのか？この音は何？ラジオの音じゃないか？この音はラジオじゃない？まだクリーチャーがいる？どうなの？判断できないんだけど。
ちょっとね、とりあえずね、ウェイティングルームに帰りたいんですよ、僕は。怖え。こっち側を通って。めっちゃいるやん、こいつ。こいつそこら中にいるよ。勘弁してくれません。これ何？うわ、怖えよ。ちょっとリロードしとこう。こんなにハンドガン、撃ちまくる？大丈夫かこれ。鍵がかかってやがる。扉の向こうから物音が聞こえる。え？扉の向こうから物音が聞こえる。そこはね、エグザミネーションルーム。何の部屋かな？どうやって行けばいいの？あそこ。いや、困ったな。ちょっとセーブポイント探さないといけない。セーブポイント探さないと、中断できないんだよね。ストアルーム。あ、ここ入れるのか。何もいない？なんだこの穴は。え、何この部屋。なんかね、床に穴が開いてるんだけど、なんだろう。何の部屋これ。何もない。あ、怖い、出る。びっくりしたよ。ここいるな、まだ。やっとこうか。しぶといんだよな、こいつ、マジで。終わったか。はぁ、静かになったな。で、こっち側、オフィスは？入れる。さっき入れたっけ？なんかあるね。あ、違うな。なんていうの？サルベージャーっていうのかな？なんていうのかわかんないけど。ハンドガンの弾見っけ。ストレッチャーか。ハンドガンの弾ゲット。ストレッチャーだよね。違うかわかんない。サルベージャーってなんだよ。ここは？鍵が壊れている。どこかにね、あ、マジ、ここにもできんの？どんだけできんだよ。あ、そんなところにやがる。見えない。ああ、怖え、ああ、怖え。今んところね、でもこいつからね、火ダメをもらってないからね。ダメージ受けてないから、幸いですね。ただ、ハンドガンの弾がめちゃくちゃ消費されていってるんだけど。大丈夫かな？こんなに撃ってしまって。じゃあ、隣、ディレクターズルーム。いないな。静かだな。うわぁ。何？何の音今の。これなんだ？女王のプレートがある。何それ。何かわかんない。いや、とりあえずね、とりあえず無事セーブポイント見つけましたので、じゃあ一旦今回はここで終わりにしたいと思います。やばいですね、病院大丈夫かな？今中断したらね、もう続けられない気がする。怖いですね。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。